サンディエゴ航空宇宙博物館に展示されている、ライアン B-5 ブロアム NC-9236 ライアンブロアムは、チャールズ・リンドバーグが登場して、大西洋横断飛行に成功した、スピリット・オブ・セント・ルイス号を製作した、ライアンエアロノーティカル社が1920年代から1930年代の、初めにかけて販売した、乗客4人の単発旅客機である。 1926年に、ライアンが最初に製造した郵便機、ライアン M-1 と、ほぼ共通の設計で、支柱付けの高翼炭容器である。M1 と異なるのは、密閉式の操縦席となった点である。当初価格は12,200ドルであったが、その後値下げされ、ライト J-5 エンジンを搭載したものが9,700ドル。 ヒストエンジンを搭載したものが5750ドルとなった。一機はフロートをつけて水蒸気とされた。最初の B-1 ブロアムの生産型は、地方のホテルオーナーの注文を受けたものであったが、有名なパイロットのフランク・ホークスに引き渡され、ゴールドバグと命名された。リンドバーグが B-1 ブロアムを評価するために、ダイアンの工場を訪れたが、 注文したのは新設計の機体であった。ブロアムと共通の部品は翼の支持部品と尾翼だけであった。ライアン・ニップ、スピリット・オブ・セントルイスは1927年に大西洋無着陸横断飛行に成功し、リンドバーグはヒーローとなった。フランク・ホークスは愛機をスピリット・オブ・サンディエゴと解明し、ワシントンまで飛行しリンドバーグの成功を祝った。 宣伝のためライアンはホークスを雇った。ホークスは各地を宣伝飛行を行ったが、あまり成功しなかった。1927年に、ブロアムは、ワシントン州スポーケンで行われた、ナショナルエアレースで好成績を示し、フランク・ホークスはコーヒー会社のスポンサーを得て、ミス・マックスウェルハウスと改名されたブロアムで、デトロイトニュース、エアートランスポートスピードエフィシェンシートロフィー。 レースで1位となり、1928年の、フォードチュードルリライアビリティトライアルエアツアーで6位となった。212機が生産され、小規模な航空会社やチャーター便に用いられた。国内市場のほか中国、グアテマラ、メキシコ、サルバドルに輸出された。最盛期には月に20機の生産を行ったが、アメリカ合衆国の経済状況が悪化し、注文は止まり、 1930年10月に、ライアンの工場は売却された。有名なライアンブロアムとしては、ニュージーランドのジョン・モンクリエフとジョージ・フッドが登場して1928年1月10日に、オーストラリアからニュージーランドまで、タスマン海の横断飛行に挑戦した、アオテアオラ号がある。オーストラリアのリッチモンドを出発した、アオテアオラ号は14時間の飛行で、ニュージーランド 2001年時点で保存されているライアン・ブロアムは2機で、サンディエゴ航空宇宙博物館に展示されているものと、スピリット・オブ・セントルイス号のレプリカに改造された1機がある。レストア中の機体が3機あり、そのうちの1機は、MGM スタジオのマスコットのライオンのレオザ・ライオンを乗せて、アメリカ大陸を横断飛行するために改造されたもので、その後、事故を起こしたが、 パイロットもライオンも無事であったという経歴の機体である。ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト 1985P2835 ありがとうございます。